はい、こんにちは、中島です。今回は、ちょっと変わったゲームを見つけたので紹介したいと思います。で、ゲームのタイトルはニューゼロ。このニューゼロというゲームはファーストパーソンシューティング FPS と呼ばれるジャンルのゲームです。で、こちらですね。あ、ニューゼロトレーラーも出てるんです。で、見てください。ここが肝なんですけど、 0.98 メガ、1メガもないんですよ、このゲーム。で、バージョンが今 0.78 まで、なのでデモ版なんですね。まだ 1.00 まで来ていないので、完成しているとは言い難いんですが、ただこのゲームの中のシステムがものすごい面白いので、ぜひ紹介したいなと。で、この動画を見てくださった方は、まあ、ファーストパーソンシューティングに興味のある方、FPS に興味のある方は、ちょっとやってみて、まあ、ちょっと触るとクソゲーかなって思うんですけど、実は奥が深いゲームなので、ぜひちょっと、まあ、1メガなんでね、試してみる分にはいいんじゃないかなと思います。はい、ではやっていきたいと思います。ニューゼロデモ版ですね。 0.78 ここをね 1.00 にしたいんですよ、僕は。このゲームを見つけて、まあ友人とプレイしたんですが、これはやばいと。きっと製品版になってバージョンを重ねていくごとに化けるなと。今はまだ簡単なゲームですけど、どんどん化けていくゲームだと思うので、ぜひ皆さんプレイして、プレイ人口を増やして、そしたら作ってる人もプレイ人口増えてんな、じゃあちょっと製品版作ってみるかって頑張ってくれると思うので、ぜひ試してみてください。それではスタートゲームします。ちなみに今後ろで流れている BGM はこのゲームのものではないのでご了承ください。このゲームの BGM は本当にわけのわからないモワーンっていう音なので、あえて消させていただいてます。それではスタートゲームで、このゲームの概要を説明するので、そのまま何もいじらずに始めます。敵はいますが、プレイヤーは僕だけなので。で、録画しているので少し重くなってしまってるんですが、これがゲーム画面です。これがワールドですね。日が昇ってきました。で、いろいろと説明することが多いので、どうやって説明しようかな。まずこのゲームは陣取りになってますね。一応読み方微妙に分かんないんですけど、一応マー、エイン、アイサ、エイダという読み方をさせていただきます。で、まずこの黄土色になってるマー、これが自分の陣地です。逆に青が敵ですね。で、アイサとエインは、これは中立になってますね。なので自分のものにしていきたいと思います。今回はこのエインを自分のものにします。まず今マーをクリックしているので、マーの映像が流れています。ではエインをクリックします。エインをクリックすると、これはここに Can only spawn in team island islands と出ています。これは自分の島ではないので、ここにスポーンっていうのは自分の出現する場所なんですけど、まだここは僕の島ではないよ、なのでスポーンはできませんと。なら、僕のものにしてしまおうじゃないかと。ということで、まずエインをクリックしてアイランドを選びます。そうするとこの島、あれ、エインのアイランドを開きます。そうすると建物がシティ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 って書いてあるのは、この目の前のこの大きな建物ですね。これに特に意味はありません。まずここにキャピタルという議事堂を建てます。そうすると自分のものになっていきます。今ここの隅にキャピタルを建てたので、ここの目の前にキャピタルが立ち始めています。そうするとここのゲージが徐々に右に右にといって全部埋まると、私の島になります。で、それをアイサとエインと、まあどっちでもいいんですけどね、全部取ってもいいし1個でもいいし、で自分の拠点を作りながら最終的にはこの敵の拠点を潰す
そうすると勝利です。では潰すためにはどうするか。潰すためにはこのビークル、ここはまだ自分の島ではないのでスポーンできない。周りに1回帰ります。ここのビークルを見るとカーゴボートやガンボートとか、カーゴのプレイン、飛行機やファイター、戦闘機ですかね、を選択できます。ここで、まあ、物騒なやつ系ですねガンとかミサイル、この辺は攻撃ですね。ファイターも、ただこのカーゴというあの運搬系の乗り物もあります。これは後々説明します。でこのガンボート、ミサイルボートに乗って敵の、この議事堂、今さっき、このエインにも建てた議事堂、この議事堂を破壊すると自分の島ではなくなってしまうので、これを破壊しにこの物騒なやつらに乗ってこのエイダに攻め込みます。ただこの横に出てるお金のマーク48ドルとか、それはこの右上で消費していきます。これは時間によって溜まっていくんですが、他にも稼ぎ方があります。その稼ぎ方、それも後々説明します。まずはこのビークルに乗って戦うという話をしたいと思います。でこれ今5つ選択できるんですが、この下3つ出てませんよね。これが出てないっていうのは、研究が進んでないんです、この3つの乗り物の。そしたら研究を進めなければなりません。そしたらリサーチで、研究していきたいと思います。ただ今研究できないんですよ。なぜかっていうと研究所がないから。でこの島には研究所がないんです。シティとキャピタル、マイン、ファクトリー。マインは資源です。資源の鉱山なんですけど、資源の生まれる場所。ファクトリーは工場で、その資源を生産物、グッズに変えるとこですね。ただ研究所がありません。なので空きをクリックしてラボラトリー、研究所を建てます。192ドルでお金が足りてたので作れました。このラボラトリーが建つと、このリサーチというところで、この自分のアイコンがどこを選択しているか出てるんですけど、このボマーを一旦選択します。そうするとここまだ伸びてきてないんですけど、ここにこうゲージが溜まっていきます。そうするとこのボマーの研究が進んでいることになって、これが全部溜まるとこのビークルのボマーに乗れるようになります。これのね、研究の速度具合っていうのはちょっとまだ探れてないんですけど、まあこのラボの量なのか、その辺はまだわからないですけど、ラボを建てると研究ができて、今伸びてきましたね。これが溜まって乗れる乗り物が増えるよという話です。ではこれ乗り物を増やすのもいいし、研究所を作るのもいいけど、お金が足らないよと。結局この乗り物で戦って、このエイダ、敵の占領地区を取らなきゃいけないので、お金がないな、ということはお金を稼がなきゃいけません。その方法は、この自動で待っててもいいんですが、それだとちょっと拉致が開かないので、このトレードというものがあります。でこのトレードっていうのは、簡単に言うと、アイランド、今エインが自分のものになってます。でマーも自分のものです。この島の間での、貿易ができます。取引ですね、商品取引ができるので、それでお金を稼ぐことができます。でこのトレード、このトレードでまず今僕らがいるところはマーというところですね。このマーというところでは、このローって読むのかな、この資源、ローは生のとかそういう意味がありますね。資源そのままのもの、資源があります。でこの資源っていうのはアイランドの中でいうマインですね。この鉱山から資源を取ります。この資源は、資源の鉱山は自分でこのように設置することも可能です、お金を使って。でこの資源が今この辺まで増えてますね。いっぱい資源があるんです。このいっぱい資源があって、グッズもここまで全部伸びきってますね。このグッズを作るのはファクトリー、マインの資源をファクトリーでグッズにする。それで初めて商品になってます。でこの商品がもう
生産がかなり追いついているというか、生産率が高いので物が溢れていて、一つ一つの価格が低くなってますね。ここでは4円で買えます。ただ、さっき作った島エインの方ではこれが、この鉱山がないので、16ドルで売れるよということですね。16ドルだったかな、15ドルか、価値なんですよねこれ。なので4ドルのものを向こうに持ってったら16ドル、多分15ドルなんですけど、一律で15ドルで売れる、価値の問題ですね。この4の価値しかないものを16の価値のある方に持ってったら高く売れるよということなので、持っていきたいと思います。で、持っていく方法がこのビークルのカーゴ系ですね。カーゴプレイン、カーゴボートのものをクリックして持っていきます。では持っていくとこだけ少しやってみましょう。これが飛行機です。で、この今ガレージの中に入っています。ガレージのこのいいですよね、この適当に作った感が。このガレージの中で、まずトレードをしときます。この今いるマーの島のこの灰色のグッズを買います。で、買っていくと今4円から6円に上がったのが分かると思いますが、物が減ったので価格が上昇しました。なので、まあこの6円最大で6円で買ったものを、このエイン、エインはこの灰色のグッズははびこってないので高い額で売れます。なので持っていきます。で、これ飛行機の操縦がなかなか、この物理演算のみで働いてるのでなかなか難しいんですよ。こうやって飛んで、やばい、あぶねえ。で、隣の島まで持ってきます。あそこですね。このゲームを始めた頭でキャピタル、議事堂を建てたエインという島はもう我々のものなので、あちらに物資を運んで高く売ろうと。これ意外と飛ばしてるだけでも面白いんですよ。で、割と無茶な飛び方ができちゃうので、ただ物理演算で計算されてるらしいので、変にガツガツいっちゃうと危ないかもしれないですね。これでシュッシュッ、危ねー。はい、ギリ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 セーフです。で、ガレージに戻します。ガレージに戻ったらこのように燃料が補給できますね。この右下の左下のオレンジが燃料です。で、ここで今買ってきた4ドルで買ったもの、5ドルで買ったもの、6ドルで買ったものが全部15ドルで売れるよということなので、右上をよく見ててください。売ります。そうするとこのようにお金になります。で、このエイン、エインという島はこの茶色いグッズがはびこってますよね。で、4円なんですよ。ただこっちを見ると、まあまあのところにこのグッズはありません。なので16という価値になっています。この16という価値になっているので、ここで4ドルで買って向こうで、まあ一律15ドルっぽいんですけど、こっちで高く買ってもらう、そういうことをしてお金を貯めていって、貯めていくゲームですね。で、貯めたお金を使ってこの貯めたお金を使っていろいろ研究したビーグルに乗って、あの敵の領地を奪いに行くっていうゲームになります。はい、いかがでしたでしょうか。真っ暗になってますね。夜になると何もできないんです、このゲーム。はい、今回はニューゼロというゲームを紹介しました。デモ版今 0.78 で非常に残念なんですよ。
これから開発が進んでいってほしいんですけど、なんせプレイヤー数が少ないので、でプレイヤー数少ないって言っても本当に 2,3 人入ってたらいいなぐらいで、あの友達とやるときに4人ぐらいで入るんですけど、その時にうまくいけば外人さんとプレイできて8人ぐらいで遊べるゲームなので、多分全体でも100人は絶対入らない部屋なんですよ。8888の何人だろうな、でもかなりまだ小さいサーバーでやってるゲームなので大勢は入れないんですけど、これがみんな入るようになったら制作者さんの耳に心に届いて、あのどんどんバージョンが上がっていくと思うので、よかったら皆さんプレイしてみてください。それでは長くなってしまいましたが、この辺で失礼したいと思います。今回紹介したゲームはニューゼロというゲームでした。それではご視聴ありがとうございました。